本当にこれもだからほら時代が時代だから窓がでかくて、はいはい、ですね、本当に綺麗な車だったんですよね。でこの頃のその軽機版周りが僕 BMW で一番好きなんですよ。あ、そうですか。まああのこのちょっと前ぐらいから全部ドライバー側に傾けて いるじゃないですか。それの最終形みたいな、うん、今もうなんかモニター画面がこう、はいはい、バーンってあるだけみたいな、このちょっとラウンドしてる感もかっこいいですね、はいはい、で昔は大きいと思ったけど今見るとそんな大きくない。さっきのあのマセラティの MC20 と並ぶ、はい、あこれ位置にあった昔の昔のカラーリングっていうか塗装が面白いですね。これってオリジナルですか。いやオリジナルじゃない、あのタミヤの24分の1のデカールをそのまま24倍してカッティングシートで。ああそうなんだ。これを見たらこの横が全部そうなんですね。そうです、デザインはそのまま。これはビッグシックスですよね。ビッグシックスです。ですよね。どんな音がするんだろうね。吸気音がたまらない。面白いですね。こういうものも出てる、こっちも気になるんだけどこれ今持ってるのか違う、これは991の前期型の GT3RS ですね。これは乗ったことあるんですけど、超名車、乗り心地が硬いように思うじゃないですか、硬、くない、これでも38キロしか走ってないってことですか。嘘、ね、そうなの。これ38キロってそういうことじゃないんですよ。でもこれ名車です、RS の中でも名車これすごいですね。これわざとこのまんま出してこれからレスターしていくってことですか。20年以上眠ってます。あ、そうなの。これはあの再生するところから皆さんでやるっていうプロジェクトです。あ、お客様第1号車として申し込まれた930です。第1号車第1号車ですね、はい、三輪かなんか。三輪さん、三輪の第1号車です。でも値段つけてありますよこれ。そうなんです。これは僕らは共同商品として8分の1。そうなんです。8分の1のランデブーというサービスで、これが僕ら5台目の車になる。8分の1ってことは8人で持つってこと。そうです、あの全部で8名所有します。じゃあフルレストアまでした状態でこの金額ってことですか。はい、あのこちらに車両価格と維持管理費とレストア費用、だからあえてこの汚いまま持ってきて。そうなんです。なるほど。このゴミをこう指紋とかつかないようにして持ってくる方が大変ですね。大変でしたなんでよかったら中の匂いがですね、ちょっとアレルギーだと嫌かもしれないんですけどなかなか嗅げるあれでもない。リアルなバーファインド系です。バーンファインドの匂いが、これはカビの匂いですかね。中身は結構、はい、いってると思います。これ見た感じの鎖はないので状態はかなりいい方なんです。でもこれあのエンジンとかかけたりするとあの例のオイルの匂いになりますよね。なんか全部やります。これタイヤは、タイヤもその当時のタイヤだけ変えてます、はい、埃をあえてつけてますタイヤだけちょっとタイヤだけ新しくなっちゃうとアンバランスなんで。なるほど、そういう意味だったのねこれ。そうなんです。なんか意味あるだろうなとは思ったんですありがとうございます。なかなか気づいていただけなくてこういうのはこういうところじゃないと出せないですね。出せないですよねいやこれは面白い。ありがとうございます。企画として素晴らしいですね。ありがとうございますあの406も綺麗じゃないですか。あ、綺麗ですね。これいいんですよ。これいいですね。これ250万ですよ。これいいですねこれ今めちゃくちゃ綺麗だと思います、ピニンファリーナ。そうです、ピニンファリーナ。これおしゃれです。これいいですね。おしゃれ。最初に買った車がシトロエンだったんで、シトロエンも好きなんです。じゃあ XM すぐ
SM ってよく名前つけましたよね。そうですね。勇気ありますよね。でも XM でもこんな高いんですか。高いね。コンディションがいいんじゃないですか。アルファのスパイダー、これがいいと思いませんか。ああ、いいですね。かっこいい。この時代が一番いいですね。映画の卒業を思い出しちゃう。これ大きさもいいですね、これぐらい。これからだんだん新しくなると、前の方がしっかりしてきて、で後ろはこういうふうに揺れるから、バランスが変わっちゃうんですか。これはもう全体が緩いから。うわ、これ僕が持ってるのと全く同じ年式ですけど、こんなよく綺麗にありますね。あ、これ全部結構変えてありますね。まあシート変えてますもんね。あれ今もうレンジはお持ちじゃないんですか。今はレンジはないです。でも今見るとなんか本当に四角いですね。四角いし、この A ピラーが細いし、でこれが僕の最初のベンツ。SE だったんですか。これはね、ちょっといいやつなんだけど、450だと思いますけど、僕は280の6気筒のやつだったんですね。初めてベンツの S クラスって言ったやつですよね。あ、これから始まってるんですか、 S っていう言い方は。正式に言い始めたのはこれからです。これこういうレストアみたいなのもやられてるんですか。そうですね、うちはどちらかというとクラシックのビスポークをさせていただいて、僕今同じ91年モデルの、もう結構ボロボロになってるんですけど、それをお預けしたらすごい元に戻るんです。そうですね、どういう仕上げをしたいかと思います。ちょっと連絡先もらってもいいですか。ワクワクしますね、ここ歩いてるだけで。毎年欲しくなる。これだってベストセラーですもんね。一番若い頃に憧れてた SL。 でもステアリングはこれじゃないの。見てますね、なんかオリジナルの。これ去年も買おうとしたんですけど。この車そのもの。あ、これではない、あの同じ形のやつ。見りゃ畳めなくて、駐車場に入ってなかったんですよ。はい。むしろこっちに興味。そう、そうですね。先ほどの話だったんです。でも944がこの値段になるんだから、なるって、すごいですよ。でも綺麗。これシートオリジナルですよね、これ。まあこんな感じだったと思いますけど、あれでもでもめちゃくちゃ綺麗ですね、これね。これやっぱり中いじってるんですかね。こんな綺麗な。これだったらちょっと欲しくなる。これあれじゃない。あっちはどうですか。あっちはいい。こっちはちょっと置くとこないです。こっち置くないですか。値段そんな変わんないですよ。あ、バースデービンテージ。僕、64年6月23日生まれたんです。嘘、本当に。じゃあこれですよ。いや、ぴったりじゃないですか。これでも小山さん似合うと思いますね。これだっていやらしくない。ここまで来たらいやらしくないですね。なんか木で乗ってる感があります。全然やらしくない。こんな綺麗です。すごい色変わり。うわあ、僕が欲しい。これ探してくるんですか。後ろ髪を引かれながら。本当に後ろ髪を引かれちゃう。いかがでしたか。一回目に来た時はね、なんかちょっと中途半端なのかなって思ったんですよ。はい、なんかこう歴史を追うにしてはなんかこうちょっと。車が少ないかなみたいなね。だけどリアリティっていう意味ではちょうどいい感じがしましたけど。そうですよね。車本来の夢みたいなものがそのまま展示されてて、
こう会社の見栄とか、うん、技術をこうバーンと見せるんじゃなくて、はい、車好きのロマンを表にバーン前に正面出してきてる、そんなイメージがあって、そう、ね、もうワクワクしますね。変えるってところや、変えるって大きいんですよ。そうなんですよ。でもだからリアリティあるし、うん、あとなんかこう僕らが割と欲しくて買えなかった車とかがあるから、はいはいはい、しかも意外と手に手が出そうなぐらいの価格で出てるじゃないですか。そうね、高くなってるものは高くなってるから、あの時買っておけばみたいなのもあるけど、ね、ありますね。あとやっぱりここに来た後に僕帰り家帰って今乗ってる車を大切にしようという気になってくるんですよね。あこう車への愛着を改めて確認する場所みたいな、そういう、いやでもなんか本当に楽しかったです。楽しかったです、はい、ありがとうございました。これまた来年も来たいですよね。そうね、多分今年もまたこれまま残るんですか、こちらに。少しだけね、少しだけ残りますけど、怖いな怖いな。またよろしくお願いします。